山梨県議会は山梨県に設置されている地方議会である。2019年に行われる選挙より施行。2015年までは、公衆市選挙区の定数は2、西厚城郡南駒郡選挙区は西厚城郡で定数1、南駒郡で定数2という2つの選挙区であった。2016年2月定例会の最終日にて、 石井議長に対する不信任動議が自由民主党山親会と民主党系会派のリベラル、山梨などの賛成多数により可決されたのを受け最大会派である自由民主党が反発し議会が空転した結果予算案が廃案になる事態が発生したその後後藤知事による専決処分で予算は成立したが予算案が成立しないまま留会となってしまった 異例の事態に対する責任の所在を明らかにするために百条委員会を設置された。しかし、同年7月の参議院選挙において、山梨選挙区で自民党公認候補が敗北したのを受け、自民党系会派の一本化が検討され、山親会の方から石井議長の辞職が求められた。その結果、8月12日に石井議長は辞職し、 自民党系会派の一本化が図られたことで追求は収束へと向かった。9月2日、自民系、自由民主党山親会、自由民主党、はじめ3回3回派と自民系無所属1名が統一会派、自民党精神会を結成し、約10年ぶりに分裂を解消した。山梨県議会では1947年の 地方自治法が制定されてから2018年9月までの時点で延べ83人の議長が任命されており、2015年の山梨県議会選挙以降だけでも5人の議長が就任している。県議会の最大与党は自由民主党系の会派であるが、このうち3回当選した3期生を対象に議長の持ち回りを行っていると報じられている。 これについて、市民団体が、議長ポストのたらい回しであるとする抗議文を議長に、私たが、受け取った白壁健一議長は、任期ではなく、公約を成し遂げたかで判断してもらいたいとしている。ありがとうございます。